に ここに参加した子どもたちの何人かが長野高専にいます。いました、はい、いました。あんなことやったねっていうのはあの聞きます。やっぱりね、すごく将来ですね、あの経験がすごく役に立ちます。やっぱりその車椅子の人たちとか、白杖を持った人たち、そういった方と一緒に時間を共有するっていうことはほとんどないです、普通に生活していれば。でそういう経験をこういう若い時にしておくと、やっぱり将来、あ、そういうこともあったな、だったら今自分が取るべき行動は何だろうとかですね。英語のマップ、ね、これからやっぱりあのダイバーシティじゃないですけど、いろんな人が来ます、国籍問わず、こういったマップを広めるためにはどうしても英語の地図が必要になるということで、徐々にこう英語のマップなんかも、進めております。はい、こんにちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは、長野高専の藤沢と申します。藤沢先生、はい、今日はどんなお話をされたんでしょうか。はい、今日は上田市で、バリアフリーマップというのを作りたいという話がありまして、で私がこれまでに長野市内で活動してきた、バリアフリーマップの作成、それから、ハザードマップの作成ですね、まあ、そういった話を中心に、これまでやってきたこと、どういった活動をしてきたのかということを、今日はお話をさせてもらいました。でまあ、その中でそうですね、やっぱり一部の人間だけじゃなくて、あのいろんな人を巻き込んで、大勢の人に知ってもらう、活動を知ってもらうことがとても大事なので、あの、まあ、今日ご参加いただいた人が、まあ、一人でも多くの方にこういったお話をしてもらって、多くの人に携わってもらってですね、よりまた、素晴らしい、ね、あのハザードマップを作ってもらえればなと思ってます。まあ、上田市はこれからということだと思うんですけども、はい、長野市では5、6年前からもうすでに取り組みがあったんですか。はい、そうですね、あの長野市の方では2012年ぐらいから作り始めてですね、あの、まあ、未だに活動は続いておりますけれども、まあ、長野市の場合ですと長野駅から善光寺までの、まあ、道すがらを、今ですと英語も踏まえ、英語のことも考えて、まあ、日本語と英語という両方の記載の、地図の方を作っております。まあ、県庁村も含めて医療価値の高いものができればいいですね。そうですね、あの健常者、障害者、それからお年寄り、あと妊婦さんとかですね、まあ、そういった方々に使ってもらえるような、マップの方を作っていきたいと思っています。まあ、藤沢先生はあの長野高専の学校の先生というふうにお聞きしたんですけども、はい、そういった技術が、何かこう役に立つことってあるんでしょうかね。そうですね、あの長野高専ではそういった技術っていうのは、特に新しいっていうことは、まあ、一部はあるんですけども、はい、全てが新しいわけではないんですね、はいはいはい、ただその長野高専ではエンジニアを育てていく中で、そのエンジニアがとして作ったものがどういうふうに使われるのかっていうユーザーのことを考えたものづくり、はい、例えば自分たちが作っているものは視覚障害者の方が使う可能性がある、だったらここはこうすべきだろうと、これは聴覚障害がある方のために作っている、だったらこうしようとか、そういったエンドユーザーのことも考えたものづくりができるような、なので、ただ単に技術を持っているだけじゃなくて、きちんと使う人のことまで考えたものづくりができるエンジニアを育てたいと思っています。はい、まあ、長野高専で作ったものっていうものがあの全国51の高専の中で広まっていけば、当然それは全国のスタンダードになっていくと思いますので、あの自分たちが行っている活動がですね、長野市だけじゃなくて長野県だけじゃなくて日本全国に広まるように頑張っていきたいと思っています。ぜひ希望に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうですか、車椅子乗ってみませんか。ドキ乗った視点をちょっと撮ってほしいなと思って。あ、そうですか。車椅子のこの視点から撮ってほしいなと思って。はい、あ、そうですか。じゃあ
車椅子の姿勢で行かせてもらいます。あ、記者さん、あのフットレストっていうものが足にあるので、それを落としてもらって乗っけてください。はい、いいよ、これでいいですかね。はい、はい、やりました。あ、どうぞ先に行ってください。先に、はい、で子供もね、ここ使うのに、はい、あんな高くていいのかなと思ったんですよね。あ、そっかそっか。ちょっとぜひ撮っていただきたいなと思うんですよね。はい、そうですね、はい。あ、そっちのトイレの方一旦。トイレですね、はい。はい。そうですね、ここのトイレの案内が結構高いんじゃないかな、位置が高いなと思ってるんですよね。で、車椅子ユーザーの自分は、自分の場合ですけどね、はい、120センチという視点でこう案内とか見てるので、このボタン高すぎますよね。このボタンも高いですし、今思ったんですけど、これも非常用ボタンなので結構高すぎなんだなと思って、で、ね、でここでもしあのトイレ利用してる時に倒れちゃった人がいた時に、はい、高いと押せないと思うんですよね、それは結構あのなんか障害者の視点をこうもうちょっとね作る上で取り入れてもらったならば、いいものになるとは思うんですけども。本当ですね。やっぱ施設面 の, そのバリアフリーっていうのも大事だとは思うんですけど、そういう心のソフトな面の、ね、バリアフリーっていうのはとても大事だと思うので、はい、まあ、何か作る上では当事者の意見っていうのも少し参考にしてもらえたならば、もっともっといいもの作れるんじゃないかなと思っておりますけども、はいはい、続いてエレベーターに。エレベーターです。あ、こちらですね。こちらです。でエレベーターのこのボタンの位置っていうのも、はいはいはい、まあ、自分は押せないので、もう、はい、あ、そうなんですか。ヘルパーさんと一緒に行って、はいはい、押してもらえばいいんですけども、車椅子ユーザーの方ってどうですか。あ、これちょっと押すボタンのこと言ってますね。高くないですかね。高い。あ、そういうことか。どうですか。これ独立したあのボタンなんだから、もうちょっと下でもいいかなと、いいかなとは思うんですけども、はい、一番下のボタンの位置がちょっと高いのかな、わかんないですけども。あ、そっか、こっちがね、うん、1階ですね。あ、下のボタンもこの位置がちょっと高いのかなと思うんですけど、はいはいはい、どうなんだろう、車椅子ユーザーの方は。いや、質問できない。あ、そういうことか。うん、これもね、やっぱまあこんな感じで比較的、はい、このエレベーターは広かったかなっていう。あ、なるほどなるほど。それが2台の車椅子の人が一緒に待ってた時にもう1台しかもう入れないなっていうことが。せっかくスペースあるのに1台しか入れないですよね。どうやって入れれば入るんだろう。そうですね。あ、でも大丈夫ですか。ドアが閉まります。ちょっと延長もちょっと。あ、ですね、入れちゃいましょうか。はい。ドアが閉まります。だです。これですね、これがクセモンですね。そうですね。そうなんですけどもね、当事者の方にとってはそうだね、車がないとっていう人もいるので、はいはいはい、車椅子を取れば、うん、電池ブロック必要な方はもう難しいところらしいですよね、うん、これはあの昔からあの視覚障害者の団体と、はい、まあ、車椅子の団体とかと長年にわたってこう議論が交わされているようなんですよ。あ、そうですか。で、この電池ブロックの幅も全国的にもうちょっと細い幅の、はいはいはい、まあ、仙台とかね、いろいろ福岡とかっていうところではなんかいろいろ開発されて見てるらしいんですけど、駅のエレベーターでこのサイズだとちょっとちっちゃいかなと思うんですけども、あんまり使わないところのやつだから結構広い、幅広のやつもあって、デパートとかだと余裕で車椅子でこう切り返しができるぐらいのサイズだったりしますし、うん、で上田市の新庁舎も結構広くは作ってはいるんだけども、はい、でもじゃあストレッチャーの方とかがじゃあ利用したいって時に果たして乗れるかって言ったら、うん、てんてんてんって感じなんですよね、うん、そういうところであのバリアフリーなんだけども、もうちょっとそのなんだろう、当事者の意見を聞いてもらうとか、うん、聞かずにこう新しいものを作る上で進めちゃうのはもったいないのかなと思ってね、ここはどうしてもお金がかかっちゃうので、より良いものを作るためにはいろんな人の話を聞いてほしいなっていうところです。あ、すごい。
ちょうどこの今の乗られてる車椅子は幅広なんですよね、はいはい、車椅子。あ、そういうのあるんですね。タイヤとか見ると、あ、回ってくると。だから今入るとき、あ、さよなら。開けてると、今、ありますね、はい。ありがとうございます。ボタンの位置は結構下にあって、あ、やりやすいですか。うんうん。幅広で今見てたら、そのままちょっと手を伸ばしていただいていいですか。入り口がね、ギリギリだったんですよね、今見たら。だから車椅子によっても、いろんなタイプがあるので。2台入りたいですね。だここの公民館で2台ってなくてもいいかもしれないけども、なんか利用客が多いところだったら、もっと幅広のエレベーターを選んでもらったら嬉しいかなとは思うんですけどね。人も一緒に乗れればいいですね。あ、そうですね。うん、立っている人、会長者さんを伴う、はい、障害者の方もいますので、はい、その時会長者さんと一緒に入れないとちょっときついなっていうのがあって、で、荷物とかいっぱい持ってるとまず入れないので、そうちょっとね、広くなったらいいなとは思うんですけども、はい、狭いというか、やっぱそうですね。おらいです、おらいです、おらい、おらい、ちょっとしましょう。そのボタンはどうですか、そのボタンは。そのボタンは、いい位置ですか。あ、そうですね、大丈夫って感じです。はい。それと、下の展示ブロック。この展示ブロックは、やっぱ車椅子の方にとってはちょっとガタガタして、そうですね。怖いですね。これ見てる感じだとバリアになっちゃってですもんね、逆に。うん、そうです。やっぱこうやって点検することで、自分も普段エレベーターとか馴染み深いですけども、こんなに大変なんだなと思いましたよ、うんうん、やっぱこうやって天地ブロックと点検することによってね、どれだけ探せたっていうのは大きいと思うので、今度外行った時でもぜひね、どっか頭の片隅でも車椅子に乗った時のイメージで生活されていただけたら、もっと変わってくるんじゃないかなと思っておりますけどね、うん、はい。ちょっとここの受付台が高すぎるという指摘もありました。あ、ここはどうですか、受付台高くないですか。あ、ちょっとこれちょうど高くとかって言ったら、ここで背伸びしないとちょっと話ができないかもしれないですね、うん、あと物事とか書くときとか、はい、皆さん結構大変じゃないですか、ね、はい、高い台が高かった、うん、ちょっとじゃあフロープだけ降りてすぐに、またそうですね、緩やかさを見ましょう。結構ブロックが、タイブロックがありますね、いっぱいありますね。どっち行けばいいんですか。あ、これをちょっと見てもらえたら、左でも左ですね、じゃあ左行きましょう、はい。車椅子の上では緩やかだと思ったんですけども、はい、実際下まで降りてみて、うわぁ、松田さん、一回こちらに車椅子を向けてもらっていいですか、はい、これでじゃあ、車椅子ユーザーの方が手でこいでって言ったら、結構傾斜がすごいんですよね。なるほど、乗っていますか、はい、行こうしょ、すいません、お願いします。どうですか。なんかやっぱ見てても、この傾斜でも結構きついんじゃないかなと思って、押す介助者さんも結構きつかったりすると思うので。どのもんですか。ここは大丈夫かな。広い、あ、大丈夫ですか。広いから、狭いとね、うん、そう、狭いスロープも あるんですよね。ここ結構幅広のスロープになってるのでやりやすい。左はいいんじゃないかなと思って。おお、すごいですね、この揺れが。上りはどうですか。登ってみていただいていいですか。そうだな、これは。結構きつくいいですよね、これ。きついかもしれないですね。あ、きつそうだな、なんか。後ろひっくり返っちゃったね。怖くて、気抜けないって感じです。ああ、そんな感じですか。はい。やっぱなんかね、こうすぐやらないと下がっていっちゃうそうな。確かに、うん、そうですね。
これじゃ一人ではなかなか怖い。そうですね。一人介助者さんとかいないと、うん、そうですね、なかなか利用できない感じですよね。司会の方がすごく盛り上げてくださって、面白かったなと思って言ったんですけども、各グループは盛り上がられたようで、とてもやってよかったなと思いますので、皆さんが来てくれたからこそ、見てきたんだなと思ってますので、こういう人とのつながりっていうのが、なんか、まあ、福祉にとらわれず、なんか良くなってくるのかなって思ってますので、ぜひ、なんだろうな、飽きずに、ぜひ今後とも、お力を貸してください。ぜひね、長野県、まあ、いろんな面白い人がいると思うので、みんながこう、手を携えれば、県にも負けないようなことができると思うので、ぜひ、今後ともよろしくお願いします。で、先生のお話を、まあ、聞けてほんと良かったなと思いますし、なんだろうな、いろんな視点でこう、物事を見るっていうことが、やっぱ大事なんじゃないかなと思いました。で、皆さんの、こう日常の生活の中で、ぜひですけども障害を持った方のことをちょっと片隅にでも置いといていただいて、なんか車椅子に乗ったような感覚でちょっと物事見ていただけたらいいなと。例えば案内のものをちょっと車椅子の人の低さになって見てみるんだったりとか、なんかそんなことを日常的にやっていただけたらいいんじゃないかなと思います。で、当事者としてはもっと発信頑張っていきますので、今後ともお力貸してください。本日は誠にありがとうございました。はい、こんにちは。長野インターネット放送局と申します。こんにちは。こんにちは。今、長野県は上田市に来ておりますけれども、はい、今、公演が終わりました。はい。バリアフリーバッグを作ることについてですね。はい。という、まあ、テーマによって、まあ、公演とかあったんですけども、はい。参加してみて、どうでしたか。はい、自己紹介も含めて、はい、上田市の角谷といいます。はい、私は、まあ、盲導犬と一緒に歩いているので、はい、普通の視覚障害者で白杖で歩く人とまた視点がちょっと違うかと思うんですが、はい、白杖を持って歩くってすごい大変なことなんですね。なのでそれをどうやったら安全に歩けるか、あと道を間違えたりとか、あと車とかに気をつけながら歩くにはどういうことがあったら嬉しいのか、こういうことが大変なんだよ、こういうことが危険なんだよということを分かってもらうにはすごい良かったなと思いました。なるほど、うん、まあ、長野の方では 5,6 年前からやってるっていう話なんですけど、はいはい、上田ではまだなんですね。ないですね。それこそ何年も前には紙ではあったって言うんですが、どうしても紙のものっていうのは新しくしていくのが大変なので、はい、お店が閉店したら取らなきゃいけない、新しいものに差し替えなきゃいけないとかって、そういうのがもっと簡単にできていったらいいなと思います。それがだから障害者だけではなくて全ての人が使えるもの、分かるものっていうのもやっぱり目指していきたいなって思いますね。なるほど、はい、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ワンちゃんと、ワンちゃんは何ていう名前なんですか。はい、イリーと言います。もう一回お願いします。イリーです。エリーさん、はい、こんにちは。で、連れています。はい、はい、じゃあ今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こんにちは。長野インターネット放送局と申します。こんにちは。ただいま、はい、長野県の上田市に来ておりますけれども、はい、今公演が終わりました。はい、その代表をしておりますゲストに来ていただきました。はい、すいません、自己紹介お願いします。はい、こんにちは皆さん。市民団体の、代表をしてます、井戸太郎と申します。ダイバーシティの代とラビットですね。ラビットは一人だとなかなか元気なくなっちゃうということで、はい、いろんな人が集まって、活動していこうじゃないかということでやっております。なるほど。あれは長野公民の先生ですかね。そうですね、はい、先生に講演していただきましたけど、その主催されたその理由っていうのは一言お願いいたします。そうですね、市民の方に、はい、一緒に世の中には多様な人がいるということを、まあ、認識していただいて、こう生活する上でどういったところに不自由を感じるかだったりとか、
バリアを感じるのかっていうのを市民の方に知っていただきたいなってことでやってます。で、本日の趣旨はそういったところを一緒に点検しながら、最終的にはダイラビではバリアフリーマップにつなげようということなので、うん、今日はあの実績のある先生っていうかバリアフリーマップ作られた先生にちょっと経験を教えていただきながら今後やっていこうということで、そのきっかけとしていこうかなというところで開催しました。先ほど講演あった先生の資料によれば5年ぐらい前からもうすでに長野市の方では実施されているようですけど、そうですね、まだ上田ではどうなんですか。まだまだ本格的なものではないんですけども、はい、徐々に声を上げていこうという動きは、いろんな方がやってるんですけども、それでも、まあ、自分たち大ラビでは特にそういうのを声を上げて、はい、具体的な行動に移していけたらいいなという思いでやっております。なるほど。日頃はどんな活動されてるんですか。日頃はですね、内部の勉強会をやったりとか、はいはいはい、自分は障害当事者ではありますけども、はい、自分の障害でしかこう世の中見えれないので、いろんな障害を持った方だったりとか、いろんな人の方々のちょっと勉強をさせてもらって、内部として深めていこうということをまずやってます。だからダイラビのメンバーは健常者の方も障害者の方もいろんな方がいます。で、まあ、障害も肩は寄らずに、はい、身体障害者だったりとか視覚障害者の方は現時点でいますし、今後もやっぱいろいろ市民の方に興味を持っていただいて、なんか一緒にこう参加していただきながら上田市をより良いものにしていけたらいいなという、まあ、市民レベルでやっていきたいと思います。今後の目標は何でしょうか。そうですね、一般の方にもっともっとそういう障害者と言われてる存在がいるんだってことをまず知ってもらうっていうのが一つと、あと、まあ、その中で自分ごとのようにこうなんか捉えてほしいんですよね。障害者は別に特別な人間ではないので、皆さんも年を取ったりとか、まあ、怪我をしたりとか、まあ、いつそういう状態になるかわからないと思うので、そういうことがあるかもっていう自分ごとのように思ってもらって、こう日常生活、まあ、生活する上で少しでもなんかその片隅にそういう存在のことを片隅に置いといてもらえたならば、もっともっと良くなっていくだろうし、もちろん一般の方だけに求めるわけじゃなくて、障害当事者も歩み寄り発信は絶対しないか行かなきゃいけないと思いますので、両者のその歩み寄りですよね、それがやっぱ鍵になってくると思うので、そのきっかけ作りはしていきたいなと思います。ぜひ目標に向かって頑張っていただきたいと思います、ね、はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。頑張ります。団体名はダイラビと言います。ダイラビのダイはダイバーシティの多様性の言葉です。でラビはラビットのラビットです。で副代表からちょっとこの由来を話してもらおうと思います、はい。多様性のあるっていうダイバーシティとラビット、ラビットってウサギって手をかけてもらえないと寂しくて死んじゃうよっていうのがあったんですが、手をかけるだけではなくてそれに合わせて何か戻せる返す皆さんに返せるものがあるといいなっていうことでラビットっていうのも合わせて造語にして大ラビとしました。